おはようございます。グッドモーニング。おはようございます。おはようございます。じゃあ頑張りましょう。水曜水曜です。頑張りましょう。黒石さんとか、遅刻で。樋口くん、昨日遅刻しましたよね。昨日と練習会遅刻して、あんまり俺怒られたから。お会計で行きましょう。はい。あ、靴。マジで、はい、ただなんか協賛ついてくれて、ありがとうございます。また待ってる。またそうやって2人でカップルみたいなことで終わりました。またみんなキャキャ言っちゃうんですよね。二層級のチューバー、似合ってっからな。じゃどうぞ。ありがとうございます。サザエブリスよ。どうなっちゃうの。大切すぎちゃう。すいません、じゃあこちらお願いします。今日ドッキリしないですか。もちろん iPhone でも動画今ですか。試合の雰囲気ですね。続いて第30試合です。ブレイキングダウンバーサスアウトサイダーウェルター級72キロメガキクルール候補スペシャルトロンバッチです。樋口武宏選手、そして野村斗選手、リング山田総裁。まずは青コーナー、樋口選手から最終形に取ってください。樋口選手、71.804 クリアです。樋口選手、クリアです。続いて野村選手、お願いします。野村選手、71.809 クリアです。野村選手、クリアです。それでは両選手正面に向かって回転ポーズをお願いします。それではフェイス2フェイスでお願いします。お疲れ様です。記者会見でいいやよね。何今言ってるんだろう。
まずは青コーナー、トリス 3D マップスペシャルワンマッチです。ゲイノック選手、そしてリーダー小鳥選手、どうぞリングに上げてください。また聞き直して、また何丁に行けばいいのか。びっくりしました、吉永君かっこよ。さあ、これで全ての試合の試合は終了ということになります。びっくりした、あんなかっこいいのじゃあ。リオさん、久しぶりに見ました。本当にケンちゃん取れたばっち、はい、全員の取った。ありがとうございます。誰のカメラマンより一番うまいって言ってます。萩原君がお金持ちだったらお金あげたいです。誰よりもお金持ってるから。まだ結構あるよね。後でみんな個々に寄せてるけど、あのインタビューのとかよくなんですか。会見のとこ、うん、あ、そっか、軍隊員あ、いや、まだ俺も初めて対峙したけど、絶対勝てるって感じだった。あ、相手ブリッドしてたの。もう全然勝てる。2回エステイフェイスで。キスしそうになって最悪でしたね。近すぎてキスしそうになって。もう誰が、いや、なんかあのノブハラが近すぎて、ね、あれさ、再生してみようよ。見れるんでしょ。見れます。キスしてくださいよ、このさっきの。あ、でも、いや、マジで吉永君が真面目た方がいいです。あんなかっこいい顔、いや、本当に久しぶりに見ます。いや、本当にアウトサイダー初期の時の顔してます。ディスってるの。いや、半分半分です。とにかく今日みんな気合入りまくりだな。見てよ、かわいいこと。あ、鍵がかかってる。はい、すいません。よし、少し寝よう。少し寝ましょう。今日体明るい、一番明るい。おぉ、はい、いつも通りですね。なんでもっと青んだかったの。いやー、なんかまずここでやってくると思わなくて、音が出てもらうんです。試合まで7時間ぐらいちょっと休憩して、何も言ってないんですか。ファールカップが本気で努力すればいけるんじゃないかなって、正直なんかちょっと思った。
その調子の来るとかそんなんじゃなくて、なんかそれを証明したい、もっと。見てて不快だなと思って、ね、朝倉くんのことは好きなんですけど、朝倉くんの周りにいる鳥巻連中が大嫌いで、あーもうこいつはカッコいいなめてんな、大嫌いでした。アウトサイダーの6-0-6-5の元チャンピオンで朝倉選手の2回やってます。1勝1敗の優勝者です。
ただいまより喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン6第30試合ブレイキングダウン vs アウトサイダーフォーポースペシャルマッチウェルター級 72kg 契約キックルールワンマッチを行います。青コーナー174cm 71.80kg 格闘集団カラスの一撃剣心樋口武宏。ありがとうございます。赤コーナー172cm 71.80kg 孫悟空よ覚醒せよ信原試合の勝利者には喧嘩道様より仮想通貨喧嘩コイン10万円相当、また王鵬様より育毛剤1年分と金一封が贈呈されます。
てもらって、引き立ってもらってね、ありがとうございました。はい、感謝してます。こちらこそありがとうございます。結構手が出る。はい。寝ながらやったら全然勝てないけど。このルール締めてくれたら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうした？この状態に。あ、大丈夫です。折れてない。割と。お疲れ様でした。ブレイキングダウンルールということで、もう自分の見せたかった試合、思い描いてた試合がなかなか見せなかったんじゃないかなと思うんですが、振り返ってみてそこはどう思いますか？まあ、自分が選んでここ出てきたんで、まあ、あのルールで勝てなきゃ弱いってことなんで、まあ、それは真摯に受け止めて、今の自分はこういうもんだから彼が強かったっていうことね。なるほど、ありがとうございます。昨日の前日会見なども含め、ファンの方たくさんついたと思います。さらについたと思います。応援メッセージたくさん来ていましたが、次回ブレイキングダウンまた出てほしいなど意見来ると思うんですけど、考えていますか？また使ってもらえるんだったらね、今後負けたままだとちょっとやっぱ悔しいですよね。また使ってもらえるんだったら、まあ、すぐ次とは言えないんですけど、この状況で使っていただけるんだったら、次の次ぐらいでまた声かけいただければ、またチャンスいただきたいなと思います。リベンジしたい気持ちがあるということで。そうですね。はい、はい、分かりました。では、最後にこちらのカメラに向かって、ファンの方に一言お願いします。応援、ありがとうございました。ごめんなさい、応援してくれた人、すいません、負けてしまいました。ちょっと今の時はこんなんなんですが、チャンスがあれば、そうですね。チャンスがあれば、また、頑張ってみて、応援お願いします。もう一回いるんです。もう一回やり返すね。負けんなよ、こんな。大丈夫だ。